切り抜,、えっとね、抜き動画を誰か作ってくれ収益化したら折半でみたいな話をしてたらて何人か作ってくれって、えー、まあそのえら抜きチャンネルというねいうのがあってこれまあ是非見てほしいんですけど、えー、こうねでにこう。 今日一日で1,2,3,4,5,6,7,8動画で作ってくれててもうこれはもう全然字幕とかなくねやっていてくれているという感じでえもうその,その場のだけ切ってサムネイルだけね作ってえいるとサムネイルも非常に簡素なものでねえただ更新頻度が非常に高いということでまあこういう方が望ましいのかなというふうに思っていますえというのはまあ,あのしゃ何しろ喋ってる数が多いんでねライブの回数も多いしえその ライブインのめんどくさいなっていう人とかね、えー、っていうのは、えー、こっちの方が望ましいんじゃないかなと。で、それぞれの動画がね、まあ1分以下ぐらいなんで見やすいしね、いいんじゃないかなというふうに思っています。はい。もうちょっと私もこのこれに、 もともと広きさんのチャンネルをやってた人なんだけれども広きさんのチャンネルが飲びなかったからというでね理由でね「広きさんのやつで飲めな,ないやつ俺のやつやれ」というふうに言ったら本当にそうなったという話でございまして是非飲んてほしいなというふうに思っているわけでございますがえそんな感じですねまあちゃんと編集してくれてね他の2人も本当にありがたいんだけれどもな何せよちょっとねあの なんていうか数が多いから編集すると間に合わないししかし編集しないと意味がないというねジレンマがあるわけだけれども、まあ、この「エラ抜きチャンネル」はねすごくその,そのジレンマが、ね、解消されているんじゃないかなというふうに思いますた、えー、いかがでしょうか。チャンネル登録はまず,せまず100、えー、1,000人いかれねたね収益化の最初のハードルがないからね。 ちょっとあとえら抜きチャンネルさん見てたらおすすめしたいのが TikTok にも上げたらいいんじゃないかなというふうに思います。TikTok60 秒まで上げられるんで基本60秒までにして、えー、こうアップロードするみたいな私もそ,のそれみたいにそんな感じで、えー、しゃれたらいいのかななんていうふうに思っいます。ますさんはい、ぜひあのんさあ 登録してあげてくださいということでございます。あげてくださいと私からもお願いいたしますということですね。えー、一番の子さんはえー、エラテンなんだっけえー、っと爆裂エラテンチャンネルなんだかアイラの木さんはどうも。うん